初球打ち、ライトの前に落ちる、清宮は二塁へ蹴って三塁へ向かう、万波がつなぎました。ツーアウトランナー一塁三塁、清宮万波でチャンスを作ります。いやこれね、背番だ岩本が三遊間、強烈な打球、いや万波見事なバッティングです。万波今日2安打、このスイングどうでしょう。いやインサイド厳しい球ですけど、もうストレート系に重きを置いていた、そういう一球だったんでしょうね、うん、ショートの紅林が一歩も動きませんでした、うん、ナイスリリーフでした。センター方向、バットの先、センター出てきて落ちました。猛打賞3安打、万波猛打賞3安打、猛打賞は万波は今シーズン7度目ですかね。はい、仙台でね1戦目落とした時、4番の差ってこんなに重たいんですかというような発言ありましたよ、はい、浅村の活躍を見てね、4番とはっていうのを、三遊間4安打、4の4、万波4安打。いや山本さん4本目出ましたね。触れてますね、触れてますよ、うん、打球こそ上がってないですけどもね、はい、これだけ強いスイングで捉えた打球はやっぱ野手の間あっという間に抜けていきますね。うん、どうでしょうかね、今シーズン打球でいうと4安打というのは